マチカデミア5では通信量に気をつけようというテーマでサイバーーメディアセンター講師の白井が説明させていただきます皆様4月から入学された後にオンライン授業を受ける機会があると思うんですけれどもなぜオンライン授業受講時に通信量に気をつけなければならないのでしょうか。これまでオンライン授業を受講された学生の皆さんからオンライン授業受講時に大変だったこととしてよく聞かれたことが この動画や音声ががスムーズに再生されないといととったここありますこの原因はデバイスの問題やまた動画配信サービス側の問題などいくつかあるんですけれどもその一つに今回のテーマで扱っています通信量の問題があります通信量が上限に達してしまった際に通信速度が遅くなり 今ご説明したようなその動画や音声がうまく再生されないといったことが発生するんですけれどもこちらは実は受信者側皆様側でコントロールができる部分がありますのでオンライン授業を受講する際にちょっとした工夫をすることでこのデータの通信量を抑えることができます。では具体的にどのような点に気をつけなければならないかについて説明させていただきます。 まずえ接続前に気をつけることとして、まあ、使わないアプリを閉じるということが挙げられます。これはあの通信量とえ先ほども言いましたこのえ使っているデバイスの、まあ、負荷を避けるというあの意味で,です、ね、あの有効になっています。必要がないのに、まあ、起動しているアプリ特にあの通信が発生しているアプリやあのソフトウェアブラウザー等はあの閉じていただくことで通信量を抑えることができます。はい、では 接続中に気をつけることとしてビデオですね映像をオフにするということがありますこれは同期型のリアルタイムでですねあの先生方とつないで受けるオンライン授業で発生することなんですけれども必要のない時にカメラをオフにすることで負荷を下げることができますでまたあのビデオオフがですねあのどうしても難しい場合はあの映像を ブラ,ウブラウザーであったりあのアプリの画面が表示されると思うんですけれどもそれはあの全画面ビデオじゃなくてあの少し最小化するといったことをあの工夫するだけで通信量を抑えることができます。えただあのここであのオフにすると言ったんですけれどもあの先生方の,あの方からあのオンにしてグループディスカッションをする時などはあの時と場合によりますのであのその際はあの授業の内容に応じては あの先生の指示に従ってオンにしていただければと思います。では、まあ、そういったあの工夫をしても接続は切れてしまうっていうこともありますので、あのそういった場合どうすればいいかなんですけれども、まあ,あのシンプルですが、あの落ち着いて再接続をしてください。あの、こういった不具合が発生するというのは、あの先生側もまたあの同級生の皆さんも把握していますので、あの焦らずに再接続をしていただければと思います。 教員の皆さんや TA の皆さんもあのそういった接続トラブル等の支援はあのいたしますのであの何かあったら先生方の指示に従ってて、えー、再接続しいいただければと思いま,すまたあのうまくそれでも接続できない場合はあのパソコンの問題もありますのであのアプリパソコンを再起動させることであのうまく接続できることもあるのであのそういった 段階を踏んでですね、トラブルシューティングをしていただければと思います。今回はオンライン授業受講時の通信量について気をつけるべきことということで、あの三つのポイントにした、えー、絞って説明をさせていただきました。このあの三つのポイントを注意するだけでも、あのオンライン授業を快適に受講することができると思いますので、皆様はぜひあの受講の際にはこの3つのポイントを思い出して実践していただければと思います。 皆さんが楽しく4月からの授業学生生活を送れることを願っています。